ケント大学第1回ジオキャッシングミーティング開催、カットイン編集部のイカジュンです。今日はですね、あのカットイン4月25日号の特集でも掲載されています、ジオキャッシングとは何なのかっていうのを僕が実際に、まあ、アプリをダウンロードしてからキャッシュを見つけるまでチャレンジしてみたいと思います。乞うご期待。では実際にアプリをダウンロードした後の画面なんですけども、アプリダウンロードして、ユーザー登録をするとこんな画面が出てきます。こういうふうな緑のマークが目印になるみたいですね。あと新潟市の68箇所隠されてるみたいなんですけども、野菜店に行きましょうか。でこれをクリックするとスタートっていうボタンが出てくるので、ずっと現在地からその場所までナビゲートされます。現在地は 1.1 キロ離れてます。それでは実際にこのキャッシュを、お宝を見つけに行きます。500メートル切りました。もうちょっとじゃあ進んでみようかなと。じゃあ次のところにワープします。ついに10メートルを切って7メートル。そういえば、イカラシさんの夢って何ですか？夢って言っていいのかどうかわかんないけど、ちょっと今10分ぐらい探してるんですけど、見つけられず、ちょっと僕には難しかったので、次、バンダイシティにもあるみたいなので、そっちの方を見つけてみたいなと。それでは移動します。また You are getting close っていうのが近づいてきたので、この近くにあるのかなと。10分間探し回ってやっと発見しました。まさかこんなケースの中に入ってるのは。で、中を開けるとこういう紙が入ってるので、ここに日にちとアカウント名記入すればこれでキャッシュ発見っていう形ですね。いや、なかなか楽しかったので、ぜひ皆さんも、まあ、普段いる街中を舞台にした宝探し、ぜひやってみてください。ケント大学ジオキャッシングミーティング、ぜひご参加ください。